ここは品川区戸越にある知る人ぞ知る有名人が集う雀荘、ジャンワラニーハオ。私店長のジャンシンガーピースちゃんでございます。今夜も閉店、あ、開店、間違えた皆さんよろしくお願いします。そして、あ、どうも、チャンスの城です、よろしくお願いします。ありがろう。そして、あ、従業員のパジャマトリアでございます、作家です、よろしくお願いします。イエー、作家さん、やばいね、ワイワイ、はいはい、もうよろしくお願いします。オープンしましたわ、はい、今日ピーフちゃんね、ちょっとこう、はい、今日入り口が、ここのビルの入り口が、はい、今日日曜で、日曜で、はい、ビルの入り口が下がってましたね、はい、で大城さん今裏口でいるんで、はい、横から来てくださいっつって、はい、裏口で待ち合わせして、はい、でなんかこうちゃんとこうなんかこう暗証番号をするな、なんかここの係の方が出てきて、はいはいはい、セキュリティやりますから、セキュリティが強くって、はい、でスピーフちゃんと入ろうとしたら、はい、ピーフちゃんが、はい、500メートルぐらい先の公園に荷物滑って置きっぱにしてきたんで、先に行っててくださいって言って、ちょっと日向ぼっこしてます。荷物全部置いてきますっすよね。ちょっと日向ぼっこしてたんで、はい、え、本当の話ですか。はい、手ぶらで来てて、ここ東京ですよね。はい、500メートル先に荷物置いたらの遠い、公園に、まあ、公園に全ての荷物を、誰もなかったんですよ。財布とか携帯とかも全部入ってる、全部入ってる。めちゃくちゃ怖いですよね。めちゃくちゃ怖いです。だってね、この出来事によりその大塩さんがツッコミに回るっていう、あ、そうなんですよ。またこういう入り慣れてなかったんで緊張しました。ザ・ラジオの入り、はい、すいません、すいません、ね、そうなんです。今日はなんと二人きりのゲストさんなしの回ということで、たっぷりね、いろんなお話を、はい、できたらなと。今日は息子さんもなくしっかり話し込もうという感じですね。そういうことなんです。そうですね、はい、ちょっとこう今日もこの本も持ってきました。 ありがとうございます、はい、これトリアさん読み上げ、はい、差し上げます。え、いいんですか。もうこのまま、はい、大塩さんの僕の心臓は右にあるという著書が、はい、そうです、はい、全てここから始まりまして、だからライブ見に来てて、はい、これで本私買ったんでサインしてくれって言われて、はい、はい、これそこからなんかラジオ出てくれって言われたんですよ。そうなんです、そうなんです。はい、お客さんとして行って、お客さんとして行ってた、現場で本を買って、はい、もう持ってたんで、あ、持ってて、はい、じゃあサインもらって、はい、そうです、そのまま、つまり大塩さんから見るとお客さんがサインくださいって言ってきて、はい、で僕お客さんからラジオ出てくれ言われたから、はい、で、はいって言ったってことですよね。はい、何のラジオなんかな、そうですね、そうですよね、はい、知らなかったです。こんななんかこう麻雀のタレントさんやいうことで、はい、はい、僕も彼女への認識は、はい、その東京 NSC の15期生で、あ、そうです、元芸人があって、はい、コンビでもやってたんです、解散してピン芸人やってて、はい、ただの麻雀仲間だったんです、ね、あ、そうなんですね。吉本のネット番組に、はい、その若手の1年目が出るっていうやつで、はい、当時及川ロマンっていう名前で出てきて、はい、ちょっと様子がおかしかったのでなんだこいつってなって、聞いたら麻雀打てるっていうから、あ、そうなんですね。ちょうどトータルテンボスと私とこのピンフちゃんでもう15年ぐらい前ですかね、うん、麻雀打ったんですよ。へぇ、言っても僕ら12年先輩なので、はい、そのピンフちゃんがねめちゃくちゃ緊張してるからずっともう全然上がらないんですよ。トータルテンボス僕ばっかり上がって、はい、ピンちゃんはピンちゃんもなんかちょっと震えてて、なんか手とかが緊張で、これちょっとなんか先輩3人にいきなり楽しくやれよって無理、申し訳ないことしたな、うん、女の子だし、うん、と思って、うん、大丈夫かって言ったら、うん、ピンちゃんが、すみません、タバコ吸っていいですかって言って、いやいや、吸いなよと、うん、全然喫煙家の雀荘だから、うん、吸いな、吸いなって言って、吸ったら、そこから4連続トップ取られた。パワー出たんですか。タバコ吸いたくて震えてただけで、先輩の前で緊張して吸えなかっただけで、ただのニコチン中毒でした。ニコチン中毒でした。吸ったら、もう水をいた魚のように上がり始めて、やっとこう、落ち着き出して、はい、そうなんです。はい、よかったね、大物やな、はい、そんな人が急にラジオするって、その芸人辞めてから言ってきたんじゃない？だってこの9月から半年後なんで、うん、今、はい、半年後にまさか本当に大城さんとラジオをね、一緒にやるとは思います。言ってみるもんですね、じゃあね。そう、言ってみるもんです、本当。ありがとうございます、本当に、ね、ずっと気になったんですけど、そのアリガロンって何ですか？あのドア玉も言ってましたけど、アリガロン、
そうです、気持ちをこう伝えてるんですよ。まあ、ちょっと麻雀芸人なんで、今日とやっぱ役作りというかね。ああ、そういうことですね。なんか全然そのありものの感じで来られてて、ね、一回ちょっと聞かなきゃと思って否定じゃないんですよ、はい、その何だろうと思ってありがとう。ちょっとやっぱもうデスヨさんとかを見習って、愛と今天、はいはいはい、そうです、あのですよだと愛と今天、はい、インフちゃんだとありがろーん、ありがろーんですね。はい、なんかそのツイッターの方でもね、はい、あのピンクちゃんがありがろーんって言ってるのを見て、はい、何なんだろうと思ってピンクちゃん僕ね、もうもっと、はい、もう最強に強くなったら、はい、いいのになとは思ってるんですよ、麻雀。あ、ほんだらなんかこ うむちゃくちゃ麻雀強い、ね、はい、女性タレントみたいになったら、はい、一つ売りが増えるというか、ね、そうなんですよね、ありますよね、はい、そうやってね、いつもね、あのお嬢さんそうやっていろいろ言ってくださるんですよ。もういい先輩で、なんか、うん、ほんまは何がやりたいんやちゃんとあのほんならね、あの私がこれからどうしていきたいんやとか、別に私五反田です、はいはいはい、五反田スナックやれたらええな思ってるんですだからえじゃこのラジオはどうや遠いですね。麻雀ができる、歌手、ジャンシンガーから五反田でスナックを開店するまでの道のりがちょっと見えない。そうそうなんです。だからなんかこうそうなんです。これも一つのスナックへのステップみたいなところもある。そうそうそう、スナックへのステップだったんですか、ね、いやいや、そう、これあのスナックの合間の、はい、そのね、その箸休めに今ラジオが箸休めではないんですけどあ、でもステップですかね。そうです、ね、踏み台ですかね、はい、あのこれも一つのスナックへの道だとも思っている一つのスナック、はい、ちょっとスナック目標にしてるってあんまりないと思うんです。途中でね、スナックしようはあるんですけど、はい、私はいつかスナックを開店するぞ でタレント活動頑張ろうって聞いたことないんですよ副業でやるもんなんで、なんか、まあ、そうですよね、はい、確かに全然いいことなんですけど、はい、じゃあとりあえずオープニングこのぐらいでよろしいでしょうかあ、これオープニングやったそうです、そうです。あの今日はそのどのパートも同じような感じなので、あ、はい、はいはい、ということで毎週土曜日の夜はお付き合いください。弁理士、投資家、インテリジェンスギャンブラー、平出慎、またの名を予想屋マスター。競馬も麻雀も確率論、感情を排除しなければ勝負には勝てない、実力がある穴馬をプロの目線で発掘します。日本一の競馬予想屋が競馬の奥義を公開中。さあここからはトン2曲。今回はスケジュールの谷間でございますためゲストがおりません。というわけでこのままトリアさん入れて3人でおしゃべりし続きやっていきます。はい、し続きし続きでし続いていきましょうお嬢さんといえばもういろんな人生経験を、ね、そうなんですよ、されてるわけですから。そうです、まあどれからしゃ、まあ自己紹介しても内臓が全部逆なんですね。それってその本当に何万人かに1人いらっしゃる、5万人に1人なんですけど、はい、すごいその珍しいやつですよね。はい、はい、あの小学校1年生の時に、はい、あのこう体育館でなんか内科検診、はい、お医者さんパツパツってみんな並んでってやりましたね、はい、こうめくったらお医者さんが聴診器を、はいはい、なんか何回も往復するのあれっつってほんで、はい、ちょっと待ってくれっつって、はい、あの両サイドの医者全員集めて、うわ他の列がストップしてですか、はい、はい、で聞いてくれっつって、はい、あの医者がこうタワレコの主張みたいに並びましたね、こう珍しい音源がある、はい、珍しい右ついてるやんってなって、へえ、そうなんですよ。すごい で僕そのままあの尼、はい、崎で治安が悪いんですけど、まあ比較的悪めの、はい、当時はそうですよね。バッキバキのいじめられっ子なんですよ、うんうん、はい、本にも書いてありました、走りでもう鼻水垂らしてね、はい、そんな、はい、まあ、子供の頃ですよね、はい、ほんで当時北斗の拳っていう漫画で、はい、サウザーってのがいて、はい、聖帝ですね、あの、はい、サウザーも内臓が全部逆なんですよはい、サウザーも左右だからその心臓をつなげても知らないみたいな、最初あの 主人公ケンシロウが、はい、ケンシロウにいつも飛行ついてバーンって破裂してね、はい、無敵な、あのサウザーは飛行効かないんですよあの自分飛行効かへんな言うて、はい、え、剣が関西弁で、まあ、そうですね、飛行機かないなと、はい、でサウザーがもう、はい、あのいやギャグやねんと俺つって、あ、ほんまかいなみたいな、なんかそんななんかまあほんでサウザーってむちゃくちゃ強いんですけど、はい、僕中学の時のあれなんかサウザーなんですよ
確かにかぶってますよね。サウザーって呼ばれていじられてたと。そうだね、はい、ほら、はい、その隣町にまで間違えた噂が、はい、なんかこうむちゃくちゃ強いやつがいるっていう間違えた噂が流れたんですよ。隣町にサウザーがいるらしいぞと。はい、あの本当はパシリやのにあの誰にも喧嘩負けたことないっつって、はい、そっちはその漫画のサウザーのイメージが走っちゃってる、はい、そうなんですよ。うわほらまたかなんか2メートルぐらいあってとかどんどん膨らんでいってて、はい、ほら隣町のマンモス菊池君っていうマンモス菊池、はい、番長が、はい、隣町の番長もう5人兵隊連れて学校来たんですよ。うわ、うわ校門の前で、はい、サウザーを出せーっつってもう校舎ね、あの時ブワー見てって、はい、もう不良が近づいてって、はい、お前呼ばれてるぞって言うんですよ、うん、きついなー思って、はい、僕も校舎降りて行っても校門まで歩いて行って行ったんですか。いやいやいや、まあ、まあ行かされたんですかね。だからマンモス菊池君が、はい、誰じゃこれって言うんですよはいはい、はい、あサウザーでございますよ髪型感が落語感がありそうで僕も今日はねもう足元悪いなかもうあれもうあのこの後ねあの老阪神巨人賞出てきますのサウザーの前説がほんだらお前サウザーのわけだろっつってサウザーは心臓が右にあるんや言われて、はい、あ僕右にあるんですよ、あ触らせろっつって、はい、ファッと構えたんですよ。えお前やったんかっつってドキドキ言ってたから右僕の右の胸、はいはい、本当に右に心臓がこいつサウザーだやられるっていう構えやられるって構えされて番長がはいふってさ「うっちょやめてください」って俺やっぱビビるじゃないですか。はいはい怖いです。ほんだら急にこう目見て「お前親おらんやろ」って言うんですよ。え片親かっつってはいまあ、こんな寂しい目したやつ久しぶり見たっつってこんな寂しい目をしたやつ俺帰って行ったんですね。で菊池君って、はい、調べたら結構施設にいて結構親にいなくて両親とも、はい、結構かわいそうな感じで、はい、なんか僕にシンパシーをあー感じて、うん、僕両親バキバキおるんですよでもね、マンモス菊池君はサウザーにシンパシーを感じたそうなんですよ、そのサウザー伝説すごい菊池君今幸せになってたらしいな今ね、なんか家族、はい、ちょっと子だくさんでいてほしいですよね。そうですね、家族に囲まれて優しい子ですもんね、きっと本当はいや、本当はなんかそういうなんかだからあここ寂しい目してたって言ってくれたんで、うん、何歳ぐらい中学生ぐらいですか。中学2年かですね。向こう中3でしたね。中3で人の目が寂しいかどうか見抜ける、まあ、結果見抜けてなかったすごい、すいませんほんまに中学生ですよね。でもその中学生の時でも NSC にあの入ったんですもんね。そうなんですよ。そうですよね、早かったんですよね、はい、誰よりもスタート早くて誰よりも遅かったですねペースはもう結果ね、結果良ければいいので、ね、何歳で何期生になったんですか。14歳で8期生14歳で大阪 NSC の8期生、はい、ですよね。ってことは千原兄弟さんと同期ぐらいの同期ですか。そう一緒です最初は、はい、ナイナイさんの1年上ですもんね。そうかっていうと多分視聴者の方分かりやすいかと思いますけど、千原兄弟さんも最初一発目にやったネタ覚えてますもんね。ああその NSC でですね、はい、こんなパンクファッションで、はい、もうむちゃくちゃこんなもう2段でこうそらとがバキバキ尖ってます2人、はい、尖って面白いっていうね、はいはい、コンビでしたもんね、はいはい、で犬の目玉を、はい、お父さんの目に移植したらどうなるかっていう漫才をしましたすごいどうなってますね。俺も新しすぎてすごいなんかびっくりしたよ。芸術家みたいな当時からすごかったんですね、はい、その時にまだいじめられてるんですよ学校で。でダウンタウンさんに、はい、心の支えだったんですねはいはいはい。ほんであの松本さんの実家初めて行ったんですよ尼崎の、はい、あの長屋のドカベンの山田太郎みたいな家で個人的に急に行ったってことですか。あの14歳の時になんか実家一回見に行きたいなと思ってやっぱ憧れのあ、まあ、好きすぎて尼崎だからですよね、はいはいはい、近いからこんな近かったんや思って、はい、ほんで
なんか今はねもうお父さんお母さんにマンション、はい、でっかいマンション、はいはいはい、当時はまだ、はい、やっと大阪で出だしたぐらいで、はい、でよくラジオで、はい、貧乏や貧乏や言うから、はい、ほんまかと思ってたらこんなところに住んでたんやって。あ、確かに写真で見たことありますけど結構、はいはい、ボロ寄りの、お父さんの名前、お母さん秋子、お姉さん直美、お兄さん高弘、ひとしってツイルの名前書いた表札あって、はい、ここに5人で住んでたんや思って。へえ、もうほんまこれぐらいですよ。え、このこのスペースぐらいの部屋、家5人で一部屋で表札あって、はい、表札僕触ったんですよ。はい、なんか知らんけど取れたんですね。あんま取れるもんじゃないですけどね。取れたんですね。はい、言って、はい、そのカバンに。いや泥棒や。泥棒。ちょっとちょっとずっとお守りにしてたんですよ。はい、憧れの方のね名前が入った表札。はいはいはい、はい、でもまさかそのね。泥棒が売れるとは。いや、そうなんです。あの泥棒が売れるなんて ね、すごいですよね。これあのジュニアさんが水曜日のダウンタウンで言うたんですよ、はい、あのチャンスお城は、はい、あの松本さんの実家の表札を盗んでますって、はい、の松本さんが、はい、あいつやったんかーって。ちょっとあの震災でね、はい、あのちょっと阪神大震災直撃受けて家はなくなっちゃった。もう僕体育館住んでて、あ、はい、家もう全部壊したんですよ。はい、もうガス管破裂してて、はい、もうほんまそこ住んだらあかん言われて、だからその表札がね、はい、そのクレーン車ごとグーってもうダンプとかに持ってって、松本さん家の表札が持ってたら、もう多分そう今渡したかったんですけど、メルカリとかすごい高くなるんですよ。メルカリでもか、なんでメルカリで言うの。メルカリで売れへんから。相当それはもう本人に返す番組で撮りたいよ。はいはい、いやそんなのな、本人に返すから。返します、ね、返しに行くの。やりたいですよね。あったらね、うん、なんて言われてね。そうそう、実はあ、そうだ、大塩さんその後 NC8 期の後、はい、13期に入ってますよね。そう入ったんですけど、はい、また失敗するんですよ、はい、一緒に山に埋められた、はい、あ、そうだ、その時に13期だったってことですよね。はいはいはい、あの山の埋められた話で、はいはい、もう有名な有名な、はい、の13期で、その13期生で入った大阪 NC に私もいるので。いや、そう、なんか俺とりあえずそれ、はい、私がこれで聞いて、はい、あ、そうやったんや思って。ちょっとこの話はラジオでちょうどお伝えしようっていう話をピンクさんとしたんですけど、あ、そうかそうか、まさか事前に言ってるとは。いや、俺はここでえーって言ったかったけど、はいはい、ちょっとその演技をできなくて。いや、全然大丈夫です。はい、ただ僕も NSC 行ってあんまりそんなに、はい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 、なんか秋ぐらいからふわっとゆっくり行かない日が増えて、あ、そう、とりあえず、はい、じゃあ同期だったんですね。同期だった時期が瞬間あります。で、僕はその辺のすごいですよね。この年もじゃあ一緒ぐらいってことですよね。1975年です、はい、一緒です。あ、同い年。はい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 、で同い年で、そうです、その年の高卒で NSC 入った組なので、はい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 、19歳の年が大阪13期生ですかね。か、野生爆弾とか、はい、えげつないぐらい受けてなかった僕、もう本当に僕らビッグマモっていうコンビだけ、はい、コンビ名も覚えてます。全然受けなくて、覚えてます、あの書き初めの半紙にビル書いて、あー、ありましたか。エンパイアステートビルが喋るみたいな漫才、こう、ね、あのビルとビルが、はい、そう、なんか、コントするっていう、はい、さっきのジュニアさんぐらいの斬新。犬のお目玉をね、この手話しましたけど、ビルとビルが喋るってネタをで、俺も俺でその当時若いから、いや、すごいなぁと思ってみる。え、受けてなかったの？ビルが人なのかってなって。いや、その NSC 内でやってるので、そんなその、あんまりね、なんかみんな笑うみたいな空気じゃなかったりとか、でも全然受けてる。トリアさんはどんなコンビとかで？俺はその後東京 NSC に入り直すんですけど、はい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 、その相方とまた入り直して、その時トータルテンボスさんと一緒ってことですか？3期でトータルと一緒になって。あ、そうなんですか、はい、で一個下にやっぱり小泉君がいてってこと。はい、はい、そうですね、はい、なのでその一応本当に言おうと思ってたんですよ、13期生だったんだよって、はいはい、東京3期入ったら
びっくりするぐらいその怖い空間で、いやそうらしいですね、殴る蹴るもあるみたいな武闘家らしいですよね、で、あの、マジで最初に仲良くなったあの足30センチある身長でかい子が横で血だるまになるのをそんな、その子はただあのふふって笑っただけなんですけど、え、そんなぶっちゃそんな怖いの、そんな、なんか方眼紙に出席の丸しなきゃいけないです、5ミリ四方の、うんうん、呼ばれて殴られてるやつの殴られた理由がその5ミリの四方から丸がはみ出たっていう理由で、それ今やったら、はい、もう今やったったらもう裁判で大勝訴ですね、大勝訴で、はい、いやあの時はでも本当にすごかったよな、本当次長課長の時とかフラッシュとか止まらんかったもんな、もうすごかったですよね、あの、人気あったんですね、人気あって、野生爆弾もそうなんですね、うん、なんかその花ありましたよね、そのすごくコンビで並んで、僕はあの一回ロッシーか、はい、ロッシーが、はい、あの王ちゃんなんかもうちょっとこう体型を生かした衣装とか着た方がええんちゃうかって言って、はい、で王ちゃんとなんかガンダムの赤いみたいな体型してるなって言ってあの赤い、はい、ね、ブーメランパンツ、はいはい、これ足が短いのを強調して足短いのもっと売りにした方がいいよって言われて、はい、で、あ、いいやって、でそのままあの首プール行ったんですよ、はい、安いあの市民プール、はい、でロッシーって言われてたら、はい、あの飛び込むなっていう兄ちゃんいるじゃないですか、はいはいはい、の小麦色、大学生の、はい、だいたい小麦色ですよねなんかあのテニスの審判みたいな階段登って、はいはい、その兄ちゃんが僕とロッシーがプールサイドで歩いてるのに僕にピーって言ってたんですよ、はい、なんかな思ったら祈祷が出てましたねズボンずらしすぎてずらしすぎて短く見てたすぎてすいませんそれまあね、はい、よかったです伝わらなくてね、いや、すいません大きくて、はい、祈祷がいやいや 大きめの大きいって聞きますよね、お城さん、いや本当なんですよ、祈祷がね、ちょっと確認ができない、僕ちょっと確認したかったんですけど、はい、あのこの放送は、はい、ジャンワラは、はい、そのまあカットしてくれるんですよね、あ、大丈夫です、本当にやばいのは、はい、でもどの辺のなんか社会員中か、多分そのね、芸能界ほど厳しくない気がします、あ、はいはいはい、そう、私だってあのヨルドンっていう前番組やったんですけど、そこのプロデューサーがよっていうのがいたんですけど、あのラジオって私初めてなんですけど、どうしたらいいですかって言ったら、まのつくあの言葉だけ言わなければいいって、それしか教えてもらわなかったんですよ、私、あ、まのつくあれ以外は、OK、もう何でもいいって言われました、あ、そうなんですね、いや嬉しいです、でもあのはい、ありがとうございます、ね、過去のそのあれをね確認できてよかった、はいはい、いっぱいありますけど話それでは、次はトン3曲でーす、僕もやりたい、お誕生日おめでとう、見る方が伝わる広告デザインのことなら無準社、はい、ではここからはトン3曲、今日はですねゲストさんがいませんので、コーナーもございませんので、このままフリートーク行かせていただきます、13期ということで、はい、僕あの僕も初めてお付き合いさせていただいたのが、はい、はい、女性ですか、はい、はい、女性で13期の時なんですよ、あ、同期と、はい、あの桑畑理恵ちゃんと、ああ聞いたことあります、これも元原の、はい、さんまの俺工場委員会でも、はい、そうですよね、もうメディアで言って、はい、全然言ってますよ、だからこうずっと付き合ったんですけど、はい、いつキスしたいかが分かんなくてなんか当時あの知ってるだけにちょっとね想像しやすい話ですけど、当時ピュアやったんですね、今もこんなに汚れになりましたけど、ピュアですよ、根本なんか、はい、19歳ぐらいですよね、はい、ほんであの、はい、家族が、はい、旅行行ったんですよ、僕ん家の、はい、あ、リアちゃん、あのよかったら俺ち泊まりに来る、はい、はいはい、お前から行くわっつって、はい、これ当時あのナイトヘッドっていうなんかこう武田信二さんと豊さんの、豊さんの、はい、なんかこう、はい、相手の体触ったら、うん、はいはいはい、相手の心を読めるっていうその第1話を見たんですよ、はい、ほんで見終わってリエちゃん俺もな、あのリエちゃんの
体触ったらリエちゃんの心の中読めるねんって言ったんですよ。はい、ほんだらリエちゃんが「あっ何触って」って肩さ出してきて、はい、でリエちゃんの肩触った時に「何や俺とキスしたかったんか」言うて「青春やな」言うてね。青春ですね。NSC ラブね。そう、なんかありました、ありました、ありました、ね、そんなことが。 NSC の時はなんかもう学生みたいですもんね、本当に。私も NSC 行ってますので、東京15期で行ったんですけど、学校みたいな、ね、感じになっちゃうんですよね。いや、その大阪13期楽しかったし、うん、そう、13期つながりっていうね、今日はあれを見つけて、本当にね、それは本当に今日一緒に、その和田っていうやつ、そいつが、あれなんですよ、あの滑らない話で言った、はいはい、一緒に山に埋められたやつなんですよ。あ、そうですよ、和田さん、はあ、ちょっと山に埋められた同じ もし簡単に喋りますと、はい、もうだいぶ編集して、はい、かなり短めで、高校の時にはその土木作業のアルバイト昼間してて、その先輩の5人組に僕らの売り稼いだお金全部取られてたんですよ、はい、ほんで、はい、もうある日、はい、真夜中の公園行ってカップルから恐喝してたりしてたんですよ。で、僕らも一緒におったらまずいじゃないですか、はいはいはい、逮捕状出てて、はい、ただもう犯罪ですもんね、はい、でもその人だともう絡みたくないからちょっと友達の家にバダッとかくまってもらってたんですよ、はい、その人たちが逮捕されるまで、うん、はい、ほんである日ちょっとこうコンビニ行こうってバダッとコンビニ行ったら、はい、ヤンキー車2台、はい、その人たちで俺ら今警察に追われとんじゃ言われて、お前ら裏切ったなって言って、俺らとつるも俺らのこと避けてるやろって車乗れっつって、はい、そのまま真夜中の真夏の六甲山に行くんですよ。うわ、ほんとあの心霊スポットの前、はい、有名な心霊スポットあるよ、はい、そこであのトランクからスコープ持って穴掘れって言うんですよ、はい、これもうパーン掘ったら、はい、もう全部埋められるのかと思ったら首まで埋められたんですよ。うわ、これ次和田がこう捕まんのか埋められるのかと思ったら和田連れて帰っていったんですよ。いや俺一人かよ思って、はい、ほらそこからまた車一台上がってきたんですよ。はい、あ、何やドッキリやビビったかいうやつかと思ったんですね、はい、カップルが肝試し来てるんですよ。そう、有名な心霊スポットや、はいはい、で女性の方懐中電灯持って、いやすいませんっつったら、なんか今声聞こえへんかったっつって、彼氏が脅かすなよっつって、おるわけないやろ幽霊なんて。懐中電灯持った女の人が僕を照らしたんですよ、はい、生首の霊や思ってギャー帰って行って待ってくれ待ってくれっつって、気づいたらもう脱水症状、気づいたらもう寝てて、はい、パッと来て朝日、はいはいはい、俺ここで死にたくないって思ったんですよ、はい、助けてくれって叫んだら、あの山彦、はい、助けてくれなんか山彦が変なんですよ、はい、はわだーおーしろの山にいるの、和田向こうの山に植えられてたんですよ。ちょっと泣きそうになってきましたね今。でもあの和田が27年後に松本さんの耳に届く日が来る、ね、救われた神の耳に届いたわけですもんね、はい、和田さんで今も連絡取ってるんですか。取ってて、あ、取ってるんですね。そうなんです。その和田が滑らない話のオンエアの3日後にでっかいトレーラーのクレーンの資格取ったんですけど、はい、もう落ちまくって、はい、もう生活保護を受ける手前だったんですよ。でここの面接落ちたら、はい、もう終わりやいう時に、はい、3人受けてて1人しか合格せへんっつって、はい、そこ社長さんが、はい、俺はお笑い番組好きで面白いやつ入ってほしいっつって、はい、ダメ元で和田が社長はいはいはい、3日前滑らない話出ました見ましたっつったら、あ、見たっあのチャンスを知ってるあいつ地元や尼崎やっつって、はい、あの六甲山埋められてたやつ、あの向こうの山に埋められて、あ、和田ですな、あのちょもろかったな、はい、あの和田僕なんですよ。ええっつってそのまま受かったんですか。受かった、すごい、よかったっすね。うわ、報われましたね、出来事が。やっぱつながるもんやなっつって和田さんのその後ってちょっとすごい気になってたんで、いや、でもはい、ほんま、なんかあの時つらかったけど、こう面接にもつながったし、松本さんの鼓膜に届いたっていうのは嬉しかった。そうですね。
曲エンディング。すいませんちょっとね。はい、あっという間に鳥屋さんとも鳥屋さんがあの、はい、まさか同期だったっていうことでなんか変な絆が。ですよね。いや全然喋ってなかったですね。話しなかったことだったんで良かったですね。今日は話せたところで、はいはい、1週2週は大城さん、はい、やっていただきますし、スケジュールの谷間ができればまたこの、はい、そうですね、この座組で話す、はい、で一応次の5週目会った時は RG さんに、はい、あの3人でやっていただこうと思っているんですけど、はいとかね、そういうことがあるってことですね、はい、全然僕も全然やりますよ。本当ですか。5個目そのいずれねお二人同時なんてパターンとかもね、はい、そうですね、はいはいはい、考えてみたいな、そういろいろとこうやっていきたいなと思っております。はい、はい、そろそろ今夜は店じまいとさせていただきます。お相手はジャンシンガーピューちゃんと、はい、チャンス大城です。はい、さあいちぇー、また来週。